三遊亭洋学は、落語家、政治家、北海道出身、演学一門会所属、元、函館市議会議員、北海道函館市生まれ、北海道北都市育ち、北海道函館西高等学校で2年間学び、転校、札幌大学経済学部卒業、ABC 落語家の三遊亭洋学さん死去、十九歳から、 読売新聞2018年12月31日、AB 佐藤智美、江戸、演芸会最新情報トピックス、三遊亭広志学士聖居。東京河原版2月号。ピアニッシモ、24から25個代目、三遊亭窓からく。五代目、三遊亭窓科学特選日切る枕集。竹書房文庫。 ピアニッシモ、169から170、ISBN 48億19 191万5132、講座は1989年5月22日、イーノホール、日韓施設落語会の時のもの。コイング・コアン、最優定洋楽落語会、ニフティ、2019年9月29日閲覧。畠山健二、落語34号東京。 情報1997年落語加名館、井上正宏、公文出版、1997年6月20日、48ページ。ISBN48 億7520万2091。ABC、北斗市議会議員選挙広報。三遊亭洋学、名誉会長。函館芸術会議の大冒険。ヤフーブログ。 2019年9月15日閲覧。作品情報、口紅、映画 .com。2019年9月5日閲覧。ありがとうございます。